さあ、じゃあ、なんかちょっと止まったりしてるけど大丈夫か、これは。左上から落ちてきてるね。左上から、はい、うん、どこにしようかね。難しいね。じゃあね、 N の C の海岸線の町、この辺行くか。海岸線、うん、NC の右下。ああ、OK、OK。はい。もういいんじゃないか。うん、そろそろ降りるわ。OK、降りよう。真下。結構ね、一人の時もね、この辺から始めるんだよね、毎回。ああ、はあ。大体降りるとこ決まってんだよね。毎回さ、範囲違うから、うん、ストーリー違うよね。そうだね、降りるとこも違うし、そこが面白いところ。まあ、じゃあ俺一番右側のあの屋根、オレンジの屋根のとこから取りに行くわ。で、他に人、okay. 他に人いないね、いいね。ああ、いない ?OK。あ、近くに一人いて、あ、あそこに降りたな。あいつ速攻やりに行くな。とね、右の方にね、一人敵がいて。あ、右一人ね。うん、はい、なんで一人なんだあれ。まあ、いいか。ほんとだ、距離チェーンとかにしたのに、一人だ、ね。パックなんだけど、ね。あ、木に引っかかる。やばい。木に引っかかって落ちてこない。落ちた。それなんかボタン押せば押してくれる。たまにね、あるよね。うん、ホロサイト、いきなりホロサイト拾う。すげえ。ホロサイト拾って、9ミリの弾を拾って。じゃあ探索するわ。バックパック、レベル2。ちなみに俺のとこにバックパックレベル1あるから、欲しかったら取りにおいで。余って、1個余ってる。ちょっと待って、猫、お前ちょっと、にゃーんじゃねえよ。邪魔すんじゃねえよ。にゃーんじゃねえよ。にゃーんって言って。にゃーんじゃねえよ。目の前にいきなり乗ってきたんだ。くっそ。しょうがねえ、P92。これミリタリーポリスかもしれない。一応拾って。ハンドガンはなるべく使いたくない。マチェット。ヘルメット。レベル1。あ、レッドブル。あ、武器があんまないな。10パーツしかないね。うん、ちょっと俺、あかん、ここは。すぐ出よ。この家しけてんな。なんも置いてないよ。いやーし、なんもない。違うとこ行く。10のパーツしかない。うん。やばいやばい。多分ね、右の方の家で銃拾ったやつが速攻で来るから、早めに。うん。装備を整えて。向こうもこっち確認してるはずだから。うん。よし。まだ 5.56 ミリ。なんで 5.56 ミリあんなの？銃はないんだ。応急キット、取っていく。リローブ。リロードして。ダメだ、ここもしけてんな。違うとこ行こう。なんだ、こんなに銃が手に入らないよって初めてかもしれない。主流だ。ピストルのサプレッサー？あー、ちょっとバックパック見つかんないね。つけてよ。うん、バックパックない。うん、そっち行こう。うん、最初俺が降りてたとこもレベル1あるから、広いな、そこで。うん。7.6 ミリ。左の方だっけ？アップの。左上のやつだね。左上ね。うん。一番なんか、広く見えるところ。スモークぐらい拾ってく。で、屋上に、4倍スコープ。なんだこのアタッチメントとかはすごい充実してきた。いいね、4倍スコープ。うん。だけど、銃が一つも見つかっていない。なんで今回こんな銃少ないんだ。うお、ない。
まずいな、なさすぎでしょ、これ。アングルドフォアグリップ。なさすぎてやばい。マジで。あ、なんか拾ってるし。あ、あ、あるね。AKM。AKM でいいや。AKM あった？うん。もうなんかもう。このサイト。フラッシュハイダー、クイックドロー、アングルドフォアグリップは使わない。もう他の 9mm とか、いらね。とりあえずね、よし。ホロサイトつけたから、人を倒すだけの装備やと戻った。オッケー。ミルク入った？ん？ミルク入っちゃったみたいな。ああ、マジ。ちょっとショットガンここにあるから持ってこ。ここにショットガンあるよ。処理用だ。ショットガンあるよ、ここに。あ、パックレベルになった。よし。切り替えた。もっと。ショットガンあるよ、こっちに。俺、AKM あるよ。大丈夫。ショットガンいらない？あの、メイン武器って2個持ってけんだけど。じゃあ、ショットガン取れるの？2つ。うん。あんまね、なんか、ライフル系2丁持っててもね、あんま使わないからね。そうだよね。うん。タクティカルストック関係ない。お、ここに AKM まだあるな。おっと、やっとちゃんと。すごいね、あの、今いる場所ね。うん。あの、白縁のど真ん中に。ほんと。うん。かなり、今回かなり海に面してる範囲。ああ、そうだね。多分こっち集まってくる、逆に。最高でしょ、これ。ここから動かなくていいんじゃないの、もう。うん、豆腐の間動かなくていいかも。家の中こもるか、また。この前見て。どこの家にこもろうかな。どこにこもる？左側の最初俺が降りたとこか。うん。いや、でも真ん中の割と高台がある場所の方がいいはず。高台がある。まあ、見渡しの聞くところの方がいいよ。そうだね。うん。で、ショットガン絶対あの室内戦になる可能性あるから、ショットガンは持ってた方がいい。ここ狙いにくいんじゃないかな。しかも俺、4×スコープとか持ってるけど、使いたい？あ、できれば。いらない？あ、でも、どっちが遠距離やるかだな。アタッチメントってさ、近距離。うん。いや、じゃあ俺4かけつけるか。え、ホロサイトとか持ってる？ホロサイトは、あ、レッドドックサイトあるから。ああ、大丈夫。じゃあ行く。今つけた。どうする？なんかこの場所微妙だな。ちょっとじゃあ、場所変えるか？うん。ちょっと移動しよう。この家なんか見渡しが良くないから。索敵しながらね、移動して、ね。OK。ここって見た？この中。そこの辺は見た。見た。あ、上行ってないか。ここでもあれだな、閉めれないからな、ドア。まあ、ここ結構でもいいかもね。メガネ、ダウンジャケット。どう？ここの場所。ここか、あの最初のとこがいいかなと思ったんだよね。あの奥の。ここでいいわ。ここでいい？見渡せられる。見晴らしいよね、ここね。うん。ただちょっとしゃがんでたら隠れれないから、寝てよ。そうね。東側の橋とか。うん。当たってくる人いるでしょ。ああ、あっちはね、いるね。うん。走る、うん。
あそこはもういつもの、いつものルートで。結構遠くからでも見れるやん、人。うん。しかも1個、ちょっと1個下からも見れる。ここ、でもここあんま使わねえ。ドア閉めて、ほとんどのドアを閉めとこうかな。ああ、いいね。結構見渡し効くね。しゃがんでたら、敵の攻撃は頭にしか当たらないから、狙いづらいと思う。うん。逆にさ、なんか頭だけ出してたら、頭、当たったらもう、うん。いや、動いてるやん。まあ、そうだけどね、うん。こっちは相手の頭も体も狙えるから。うん。なんもないときは、ちょっと伏せてよ。で、いいね、この円の位置。たまんねえな、この位置。あれ、飛行機さ、どっから来たっけ？あの、飛行機上からだと思う。上からだよ。うん、だからね、あの橋の方はね、結構。隣の島、下の島に行ってる人がいるな。うん。かもしれん。いるかもしれん。そうだね。じゃあ、もしかしたら、ここで狙えるかな。どっから狙おうとしてるの？ああ。隣の島。はいはいはい。いるかな。まあ、じゃあ、索敵すっか。もう戦闘モードだわ。もう、弾もね、結構、105発ぐらいあるんだよね、俺。あ、そんなにあんの？俺、60発だな。まあ、なくなったら、あげるわ。ちょっと無駄打ちできるじゃん。うん。無駄打ち、つうか、なんつう。まあ、そうだね、打てる、ね。転生とかできる。うん。応急キットも2個ある。2個いる？応急キット。応対は、あ、じゃあ1個もらおうか。でもなんか俺、1個落とした。使わずに死にそう。落としたわ。はーい、ちょっと思う。弾もちょっと上げとくか。35発ぐらい上げとくわ。はい、落とした。くれ。うん。え、これでも俺、70発マガジンあるから。すげえ。まあいいかなと。めっちゃ拾ったんで。見えないな。応急キットね。意外と時間かかる。うん。でも応急キットが一番回復できんじゃん。うん。もう一個上のランクもあったかも。敵来ないな。グラフィック丁寧にしてるから海が赤いの。あ、俺もなんか赤いよ、ちょっと。あ、でもこれ多分太陽の。ん？太陽が反射してるからじゃない？あ、そういうことか。うん。プレイヤーが見えませんが。いないね。いないね。これ本当にこの距離から人が見えるんだろうか。あ、でも俺確かね。ボタン走ってる。距離。船は何これ？距離はこう。ん？船。船走ってる。あ、あれ、狙撃してみようぜ。狙撃、狙撃。狙撃するわ、なんか面白いから。ほら。無理かな。まあ、無理だな。まあ、無理だわ。まあ、最初からちょっと無理だとは思ったね。遠すぎてね。遠いわ。うん。何でもいいから撃ちたい。もう。実際さ、この、こういうこもる系、そんな、うん。じれたいでしょ。そう。ちょっとずれたよ、円が。あ、ずれた？ずれた、ずれた。あ、ほんとだ。そうだね。左の方に行ったか。うん。あ、そっからどういうか。まあ、ってことは、右から来るんだよ、きっと。うんうん。ほんと1回目で一気に狭くなるね。ねえ。がっつり狭くなる。だってもう半分海だから、ね。うん。今回。さっきみたいなね、あれ、ああいう船乗ってるとだいぶ有利なんだよね。
うん、そうだね。うん、船に乗ってね、岩陰とかに隠れておけばね、全然見つかんないからな。そんなとこ探しに行こうって思わないし。うん。船なかなかないでしょ。うん。数少ないよね。少ないね。俺ちょっと隣の島、見てるわ。うん。隣の島でももうね、もうそろそろね、隣の島にはいないと思うな。ほんま、隣の島の海岸線もう、うん、まあそっからは泳いでくるやつもいるかもね、もしかしたら。ああ、そっか。もう次の縁でダメなんだね。うん。ああ、はいはい。そういうこと。ここはね、家多いから。いてもおかしくない。ね。来てもおかしくない。いや、全然いないな。うん。西側からなんて多分来ないしな。西側よりも多分北側から来るでしょ。うん、北がちょっとキーじゃないの。これどういう風に移動するからやね、こっから狭くなった時に、うん、そうだね、うん、海に沿ってく、まあ、海に沿ってってもいいし、海に沿っていくと街がある今狭くなってるでしょ、うん、次次第だな、そうだね、なるべく隠れながら行きたい。うん。いないかな。特に見つかんないわ。お、右の方で銃声。東の方で銃声が。東側？うん。はい。あ、いた、見える。あのね、東側にいる。東側の家のとこにいる。東の家？うん、いる。家のとこにいる。ほら、いる。二人。撃つか？撃つ。ちょっと待ってね。撃つよ。あ、まぁ、ちょっとね、遠いかな。あ、いた。あいつちょっとね、撃ちたい。よし、一撃。よっしゃ、倒した。奥に、うん、奥にもいるわ。山肌のとこにいる。ワンキルしたぞ。ワンキルした。もういいね。あ、そっちが届けさせたのか。二人でね、あなたの AKM に。いいね。やっぱサイトついてると違うね。やりやすい。いや、全然違う。当てやすいんだよね、うん、2人いたよね、2人いる、もちろん2人いる、まあもう1人多分逃げただろうね、多分俺左側見てるわ、はい、あ、いたわ、いた、あ、うん、でも奥行っちゃった、どこら辺にいた、赤い、奥側の赤い家、ああ東に、家の中にいる。なるほど。うん、次ね、ああ、円が小さい、ギリギリ入ってる。今撃たれてなかった？めっちゃ撃ってきてない？銃声聞こえる？聞こえる。ちょっと後ろも見とくわ。うん。いきなり扉開いたら撃たれる。あ、つうか、いる、見つけた。見つけた？うん、ヘッドショットしたよ。
よし、倒した。ナイス。倒した、倒した。また別のやつがいたやつ。あ、もう一人いる、もう一人いる。うん。もう一人いる、ヘッドショットする。よし、2キル。オーケー。倒した、倒した、倒した。あっちの赤いとこにもいいんでしょ、だって。うん、いるいる。あっちの家な、結構弾がなくなってきた。あの家にでもね、お宝が2つあるってことで。つかそこに、さっき倒したやつもいるしな。どうすかな。いや、もしかしたらそっち、いや、なんかね、黒くてよくわかんなかったんだ。ああ。でも、あそこの家の中に倒したやつもさ、今黒かった。黒かった？うん。あ、これやば、これ端っこだね。そう、端っこだからそろそろね。うん。やばいんですよ。あの赤い家のやつがなかなか出てこないんだけど、あ、いたいたいた、二人いる。ほら、出てきた。見える、東側。やるよ、あいつ。あー、見えない。あ、右から来る、おそらく。砂の方。砂の方。うん、いた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 。あ、手前の階段登ってる。ちょっとこれ、あ、いたいたいた、家から出てきた。うん、あれ、ショットガン持った方がいいかな、これ。あ、入ってきたわ。いや、入ってきた。うん。いや、入ってくる。あ、一人やった。もう一人来るよ。よし、ナイス。すげえ。これちょっと。アイテムいただこう。キット使っといた方がいいな。俺、やられてない。やられてない？うん。あ、ちょっとスカーエルと、スカーエルスコープとかやべえ。あー、ちょっと俺スカーエルに変えようかな。はーい。あ、つかね、待ってね、俺ちゃん周り見てるから、ちょっと、俺周り見るわ。そこ人来るかもしんないから。うん、あの、アイテム取り終わったら教えて。あ、もういいよ、俺は。もういい？じゃ、ちょっと見といて。あの。あ、違う、範囲外だから。移動した方がいいね。ああ、わかった。ちょっとまだね、猶予があると思うから。あと1分半。OK。大容量、炭素。クイックドローしかないか。で、一応4倍スコープ持ってて、補正器つけて。狭っ！いった。いいよ。もう一個の箱は？もう一個の方は特に、スコープとか欲し、銃のパーツが欲しかったら、あと銃の弾だな。ああ。ちょっとね、よし、移動すか、したら。でも結構銃吸っちゃった。ちょっともう40秒しかない。ちょっとやばいかも、これ。あ、まあでも、ちょっと待ってね。向かいの家の、5.56 ミリ。OK！ 移動するぞ。まあもう近いからそんなに遠くはないんですよ。まあまあね。まったり行くか。ああ、やば、ここどこに行ったらいいんだ、俺は。俺は一体どこに行ったらいいんだ。車に乗んなよ、あの車。いや、車に乗ったらバレる、うん、ってか目立つじゃん。うん、まあ目立つじゃ目立つんだけどさ。OK、じゃああの奥のなんか変な小屋に行くわ。あ、小屋じゃダメだ。あ、なまらくなってる。どっかに誰かいる？いや、いない。今のとこ誰のも来られない。あそこの小屋の横に張り付いて俺一回回復したい。やべえ。あ、ああ、うわ、目の前にいた。終わった。ちょっとここにいたか。死んだわ。マジか、ここにいんのか。あ、やばい。死んだ？俺も死んだわ。同じやつに殺された。はい、ということでね、今回デュオでやってみたけど、結果は
6位ですね。ということで今日は以上です。